跟着，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 跟着。哎呀呀呀！锅里蘑菇我是个喷。おまたというわけで行くぞ。まず話つけなあかんのだろ。村長さんから話は聞きました。よろしくお願いします。おう、ちゃんと話ついとるで。え、村長、俺と話から全然こっちの方まで行ってなかったのに。え、この世界って電話あるん？携帯電話あるん？携帯で先に話つけてくれたん？だってあいつこの家からこっちまで来たところ見たことないけどね。俺も欲しいな。で、ここにセットスポーンポイントがあるんで、ここスポーン押しておきます。じゃあ行くぞ。テークドポテトを片手にゴーゴーゴー。あ、ここ、ちょっとここの頭ゴズンってなるかと思ったけど、今。テークドポテトを片手にゴーゴーゴー。ゴーゴーゴー。牛くん、僕は冒険に行くよ。またね。ゴー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 、ベークドポテトを片手にゴー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 。わあ、なんか来た、なんか来た、なんかできた。何や、ちょっと剣持ってない。いいよいいよ。何、こんなところに来るとはバカなやつだ。金目のもの奪っちまえ。何、金目のものって何？金目のもの持てないよ俺。金目のものそうしたら、俺という刹那圭介という名の財産ならあるけどさ、それ以外金目のものないよ。もしかして俺の内臓撃ってどうにか金にしようとしようだろ、お前。やめろ、お前ら。山賊。あ、ちょっと、ごめんだ。ごめんな、八作。ごめんな、八作。お前のことが、お前にも、あーん八作八作、あいつ連れて行かれたら俺ちょっと人生の半分損した気分になるけん。八作、待っとけ。連れて行かれるなよ。八作。八作。八作、あいつらは？あいつらどこ行った？あれ？あれ？八作？あいつらはどこ行ったん？え？まだ三人ほど残っとったような気がするんやけど。え？え？なあ、八作？なあ。まさかお前、俺が帰ってきている間に三人倒した？お前。え？お前、そんなに強い奴だったのか。なんなん？風雲再起なん？ゴッドガンダムの、G ガンダムの風雲再起みたいな感じなん？俺ゴッドガンダムになれって言うのか、俺に。え、すごいな、お前。ここ何？あ、これか。なんか話に出とった。納品箱、やっぱこれやな。なんか村長の金歯をこんなところに入れろみたいな、そんなミッションですからね、今回は。ゾンビ肉入れとったろ。村長への選別じゃ。金歯と一緒にこれあげますみたいな。わあ、何これ。よいしょ。でもってこれだ。よくたどり着いた。このテントの目の前にある川を登っていくと、山賊のアジトがある。そのチェストの船を使ってくれ。あと、このチェストの、東足にあるかな？ホッパーを納品箱じゃ。
山賊のボスを倒してわしの金棒を取り返してその納品箱に入れてくれ。あっては頼んだぞ。了解しました、了解しました。あボード取るはいいよ、ボード取るはいいけどさ、今気づいた、僕頭しかつけてない。なぜ逆に頭だけつけてたのか僕にはわからん。そりゃ俺山賊に負けるわ、暴力低いんだもの。そういうことか、だから俺山賊に負けたんじゃ、だから八作は3人倒したんじゃ、関係ないか。行くぞ、行ってくるぞ八作、まだな。なんだろう、船の旅ってマイクラ久しぶりやな。どんぶらこっこっこ、前にもやったことあるんやけどな、船の旅。どんぶらこっこっこ、どんぶら早っ短ボスのところ短っ、ボスなんか知らんよ、山賊のところ短っ旅って言うレベルじゃないな、ちょっとした観光だったぞお前、観光名所か、ここのアジトは近いな、もう身寄りの駅みたいすごいな。あ、まだスポーンポイントあるで、完全にここからは戦いの場だよみたいな、そんな感じがする。装備はもう大丈夫やな。それにしても山賊のアジトそこまで作り込まれてないなとりあえず洞窟があったけどそこを使っておこうぜみたいな感覚あ、できた、侵入者だ、始末しろ。来たー、なんかこれまでの道に折ったようなやつが出てきた、仲間だったんか、ちょっとあんなところに見張りを置いておくとは、ボスはなかなかの頭いいやつなのかもしれん。あ、二人だけ、あ、二人だけだった。あ、寝室がある、何も俺山賊の寝室なんか着てんのアイテムありそうやな、なんか、あ、案の定じゃん、やった、これはありがたいぞ、遠距離攻撃ができるもんね。こんなもんかな、俺は剣早けだね、剣早けと遠距離から攻撃した方、剣もある、遠距離から攻撃した方がいい時ってあるからね。この先に何が、また来た、ここまで来やがった野郎ども、この先はこの先の宝は守ると、この先が情報くれた、この先にあるんやな、了解した、もうお前らボコボコにして行くわな、よし、ほら数多いな、てか何でお前らこんなに緑の顔しとんだな、なんで緑の皮膚しとんだな、お前、お前らここで何食いよんだないいもん食ってないな、絶対野菜ばっか食いよんだ、野菜ジュースなんやここのボスこの山賊のボスめちゃくちゃ健康に気遣いうタイプのやつなんじゃ、いいやつだな、いいお坊さんでいらっしゃる、俺も悪だったらなお前らのところ入れてほしいわ。あ、ここはホームスコか、来たやん、ここの中の宝よりもさ、ここの部屋の方が豪華な気がする、宝物のような気がするよ、だってこの中にあるんさ、あれだろ村長の金歯だろ、これと比べたらこっちの方がどんだけ、え、ここのやつさ、ここの金剥がしてさ打ったらそれだけでも億万長者なるだろ、何お前村長の金歯とかいうさ不吉なもん盗んどんだなそんなんだけでもここのやつ売ればほんと高なるで、よう分からんやつ山賊ってみんなこうなんなんかな、ないで、えバカめ、ここは偽物の宝物庫だ、ここで死ねえ野郎ども行くぞ、だと思ったよ、だと思った、道理であの村長の金馬という不潔なものを置く部屋に割にはこんな豪華やなって思った、そういうことだった、偽物だったんじゃ、カモフラージュされたんじゃ、角に金を貼ってカモフラージュしとったんじゃ、ダメ、騙されたけど買ったけんよしとします、なるほどね。こっち、こっちやな、あ、そういや、あの入り口のところになんか白い壁みたいなのがあったけど、もしかしてそこ開いとんかな、こっちで、あ、開いとるわ、こっちじゃ、そうかそうか、この先に、今度こそこっちにボスの部屋みたいなのがあるんかな、
ああ、なんかじゃあ、え、山賊のボスの弟さん、弟さん、弟さんいらっしゃいました。弟さん、ああ、はははは、弟さん弱、弟さん弱、弟さん弱すぎだろ、かわいそうに。何これ。鍵を入れろ。え、そんな鍵ある？あ、なんか倒した時になんか出てきたけど、これか。なんか捨てなな。とりあえずこの、ね、山賊の汗の染みついたこういう防具はいらんけん。臭いんよ。もう手元にあるだけで臭いんよ。よし、これやな。あ、やっぱボスの部屋の鍵。ボスの部屋じゃ。ボス外側から鍵かけられてなんか監禁されてるからな。ボスなんかそういう束縛されたいタイプの人間なんかな。束縛したいタイプの女性と出会えればいいですね。ボスの部屋じゃ。ボスの部屋よりもあの金馬置いて、金馬をこう置いとってかもしれないっていうダミーの部屋の方が豪華っていうね。かわいそう。来た、早い早い、ボス早い、ボス早い。てかなんでボスまでこんな、こんな、ボスもやっぱこういう肌の色い人、あーん。ボス強いでござるよ。ボス強いでござるよ。ボスに負けるな、えいえいよ。早いんよな、おいで。早いな。あと防具もすごい豪華なんですけど、私。よいしょ、こらこら、あ、待って、あ、あ、はめた、はめた、はめた、いいぞ、はめた、はめた、はめた、いい、いいよ、そのまま、そのまま、倒れろ。耐久度高い。弟さんとはえらい違いで、弟さん、ちょっと時間かけただけですぐに倒れて、よし、じゃあ。はぁ、なんこれ。あ、これが金馬だったんじゃ。村長、そんなとこにお金かけんでもいいのに、別にここに入らんでも生きるタイプなんじゃな。ふふふ。おう。エンチャント台あるで。ちょうどいいけん、エンチャントしていこうぜ。あ、発足が。あ、悲しそうに、会いたかったよってめちゃくちゃ身震いしてるやん。寂しかったろうな。怖かったろうな。ここに縛り付けられて。その状態で、まとってな。すぐに戻ってくるけんな。ここやな、納品箱。村長。取り返してきましたよ、金馬。これでいいんやな。おう、ありがとう。報酬は装備じゃ。受け取ってくれ。ありがとう。ダイヤのヘルメット、ん？え？ちょっと待って。なに？なんて？今から街にワープする。わしのところに来てくれ。ちょっと待って。ちょっと待って。え？まさかやな。まさかや。おい。お、俺をここまで転移してくれるんはいいけどさ。ありがたいけどさ。発作は？発作は？発作置いてきぼりにしてきとんやん。何してくれてんの？一緒に帰ろうって今さっき言ったばっかなのに。発作。連れて帰るめんどくさいけ、連れてく、迎えにはいかんけどな。迎えにはいかんけど。かわいそうやな。発作。どこやったっけ？発作、発作、発作、ポンカー、あ、無理、発作、発作。